海外の方がずっと、まあ、勉強熱心っていうのはあります。ずっと、まあ、図書館で、まあ、勉強してみたんです。一つ深くな自分なりの答えを出すことが求められる。はい、これ卒論、はい、卒業しました、バイバイ、東大。東大の人も95%ぐらいおクソじゃない。さあ、では始めました、もちろんチャンネル。さあ、今回も彼さんにおいでいただきました。こんにちは。また来ちゃいました。はい、今回はですね、海外のトップ大学と東大の違いと、東大東大って言ってたら東大なんかみたいなコメントも来たりするわけじゃないですか。どうやっても学歴ってマウントを取られなきゃいけないのかっていうふうに思うんですけど、どうなんですか、いろいろ海外にも行ってる彼氏さんは違いとか。そうですね、やっぱ全然違うかなって思いますね。まあ、僕はヨーロッパのいろんな大学には行ってて、まあ、イギリス、ドイツ、イタリアのそれぞれのトップ大学には行っていたので、まあ、各のヨーロッパとまあ日本の違いはいるんじゃないかなって思いますね。なるほど。どんな風に違ったんですかね。まずはまあ海外の方がずっと勉強熱心っていうのはありますね。はいはい、もちろん東大も結構真面目な人は多いし、まあ、図書館もいつもぎゅうぎゅうっていう感じなので、まあ、勉強はしているんですけれど、ただし、まあ、そもそも図書館って、まあ、海外だとどこも24時間空いてて当たり前ですけど、はいはいはい、東大だと9時とかに閉まりますよね。だから圧倒的に多分勉強してる量が違うと思うんですね。あと東大だと、ね、結局はもうよほどのことしない限り留年にならないんですけれど、なんか海外だとまあしょっちゅう留年になるので、そういった意味でもみんなの意識自体がやっぱ違うかなって思うんですね。留年はそんなにやっぱ東大はしない、クラスに一人ぐらいですね。ベテランチしかも二流ぐらいしてますね。それはまあ意味わかんないレベルですね。勉強熱心っていうのはあります。僕自身も東大、まあ、授業3割ぐらいしか出てないですし、ほとんどの場合は僕も前日の夜にまあ勉強を始めて、その量ぐらいまあ取って、たまにまあ優になったりもするんですけど、みたいなそういう感じだったんですけれど、でもそれでもまあ平均よりはまあ上だったんですよね。まあ点数としては全然平均よりは上という感じなので、どうすれば留年できるのか正直何もわからないレベルでいないと東大だと留年にならないですね、うん、少なくとも前日の夜から勉強を始めるレベルでも全然余裕で留年は開始できるので、はい、ベテランチだから正直授業行ってないのは全然問題ないんですよ。試験対策プリントとかあって、試験プリ、はい、まあそれだけも見て前日の夜やっとけばもう何とかなるので、だから留年してる人はもうそもそもテスト受けにすら行ってないんじゃないですかあるいはもうレポート出さなきゃいけない、まあそもそも出してないとその次元だと思うんですね。だから日本だったら東大入っただけでも勝ち組だから、そこからそこそこ頑張ってやっていけばいいじゃんっていう感じですけれど、海外だとやはりまあ留年もそうですし、まあ、そもそも卒業できない人の割合が結構の大きいので、はい、やはりまあすごい猛勉強して、特に試験も2、3週間ぐらい前だともう猛勉強して、もずーっとまあ図書館で、ね、勉強してみたいな、そういうのも当たり前になってるんで、そういう必死さみたいなのも全然まあ東大の日にならないですね。僕みたいな、まあ、前日の夜から勉強を開始しますみたいな、そういうのだったら何回も留年してんねんという感じじゃないですか正直言って。だからもう勉強に対するまあ熱心さみたいなのは全然違うと正直思います。なるほど。そうですね、まあアメリカもそうでした。やっぱりもう宿題の量というか、まあ課題、読まなきゃいけない量がもうえげつなくて、やっぱり100ページ200ページとか普通に一教科でもあるんで ね、まあ、あとは日本だと週1回しかクラスがないとかっていうのもね、ちょっと違ったりすることはありますね。ああ確かにそれありますね。クラスの数が全然違くて、その一個一個のクラスの重みも全然やっぱり違いますよね、うん、だからまあ僕ドイツとか留学して行ったりしたんですけど、そこだと1学期にまあ5、6校ぐらいクラス取るのが当たり前だから、一個一個まあすごい重いみたいな、そういう感じでしたね。そうですね、そういうこと。東大もなんやねんみたいな、20校以上もう取らされてて、その1週間でもう22、3校ぐらい取ってたと思うんですけど、まあそれがもう強制的にもうやらされててみたいな、うん、もうもちろんそんなもう興味もないしやる気もないし、もう全部飛ばして、まあ前日の夜に大学だけして、はい、また単位落としたりしたこと、あ、1回あるかないかぐらいだと、ほぼ落としてないはずです。なるほど。でもそれも全然何も問題ないので、うん、何が身についたっていうと、もう何も身についてねえよ。一夜漬けのスキルがいっぱい身についたぐらいでやっぱそこは全然違ったって感じですねそこはやっぱり全然違います。だって一夜漬けしたってもうどうにもならないじゃないですか、その一個一個はすごい重いと。確かにそうですね、もう大量でしたもんね。本当テストから何から小テストもめちゃめちゃ大変でした。だから海外と日本だと求められるスキルが全然違うと思うんですね。日本だとなんか幅広くまんべんなくいろんなことをまあしていこうという、そういうの求められるんですけれど、海外だと一つ深くな自分なりの答えを出すことが求められるという感じですね。だから自分の目で見て、自分の心で感じて、自分の思考で考えて、ちゃんと自分でレールを敷く能力、まあ、そういうところがやっぱ問われるので、あんまりな東大だとそういう自己表現をするような
そういうクラスありになると思うんですが、あんまりないかなって思います。なるほど。だからなんかすごいなプレゼントが下手くそじゃないですか、東大生とか。海外だとみんなもうまくて当たり前ですけど、うん、だからまあそういう自己表現が圧倒的に問われるっていうのは、その海外だとまあそのライティングもまあスピーチもディスカッション何においてもそういうのは必須ですし、まあ、そうでないとまあ話にならないっていうの、うん、まあ、そういうのも大きな違いなんじゃないかなって思いますね。東大、まあ、そういう自己表現ちゃんとできる人もどれぐらいいますかっていうと、うん、まあ、その20人に1人とかそれぐらいのレベルじゃないですか。なるほど。基本的にめちゃめちゃもう口下手で、うん、文章もなんかなんだこれもう日本語で書けやみたいな、うん、そういう文章書いて、まあ、東大ですよ。東大でまあそのレベルなので、だからそういうのはまあ求められるのが全然違いますよね。なるほど。まあ日本だと割と専門性が大事で、まあ、そういう人には大事だねって言ってますけど、うん、海外だと専門性と同じぐらいですね、自己表現する能力が求められるので、うん、どうですか英語力とか英語で。ああそうですね、さっきの自己表現力っていうのもあって、だから英語のライティングの授業ってめちゃめちゃ厳しいんですね、はいはいはい、海外とかだといちいちまあその添削してくれて最初から最後までずっとな付き合ってくれるみたいな、そういう感じですよ、はいはいはい、海外だと。日本だともう何も教えてません、もう勝手にやれみたいな感じで、うんうん、これ英語に何もなってないけどみたいな、そういうダブンとかもみんな書いて、はいこれ卒論、はい卒業しました、バイバイ東大っていう、そういう感じで終わってしまうので、まあ、英語東大の人も 95% ぐらい英語クソじゃないですか。英語自体もクソなのに、さらにライティングでレベルが高いので、うん、英語のまあ論文とかにも 98% ぐらいも東大でしたらクソみたいなまあ論文ばかりみんな書いてますね。なるほど、すごい過激ですけど、うん、過激ですけどそれが真実だと僕は思っています、ね。うん、まあ、ネイティブでもそのライティングってありますからね、ちゃんとアメリカの留学してたとこもちゃんと全部もう1年生は必ずライティング、はい、だって別に英語はできるから、まあ、それ英語の論文がちゃんと書けるわけじゃないですからね。その通り。だから日本人でもね小論文って書かせたらもう、うん、へえっていうのばっかりなのはそういうことです、ね、はい、だからそういうのをなんかまあみんなまあ東大だとやってるっていう、その事件で。すごいですね、日本語でだって今本書いてるわけですもんね。まあそうですね、はい、やっぱすごいですよそれは。あとまあ英語のまあ授業とかも日本だとまあ東大ですらほぼほぼないんですね、はいはい、そりゃまあみんな英語できなくて当たり前だよねっていうのはありますけど、海外だと少なくともヨーロッパ圏だと学部でも英語オンリーのまあ授業ってそこそこありますし、うん、大学院だとまあ全部英語だけでやりますみたいな感じになっているんですね。だから僕がドイツに行っていたミュンヘン工科大学というところはそういうシステムでした。大学院からも英語の授業しかないと。だからもう学部の時にも勝手にも英語を身につけておけます、それからも全部英語になるからという。でも研究の世界ですもう英語で当たり前だよねという、まあ、そういう感じでやっていましたね。そういうのも日本でやると、まあ、東大ですらもう誰もついてこれないみたいな、そもそも教授とか先生ですら英語喋れないみたいな、多分そういう感じだと思うんで、まあ、どうにもならないと思いますけど。他に違いありますか？ケンブリッジにもねイギリスで行ってたと思うんですけど。そうですね、ケンブリッジに一番の違い、まあ、みんなはしゃぎ具合が全然違うっていうのはそうなんですか、ありますね、うんうん、まず海外だと敬語とかはないっていうのもあって、もみんなダチみたいな感じで、はいはい、まあ、10個とか20個ぐらい離れても全然みんなダチみたいな感じなので、はいはいはい、割と先生とかでも特に若い先生とかでも普通に友達みたいな感じでの、まあ、距離感だったかなって思いますね。それでもみんなでも船とかも借りて、そこで天井でそういう誕生日パーティーとかもやったりとか、あるいはみんなでケインズって知ってますか、はい、あの経済学者のケインズの成果でもうみんなでバーベキューパーティーとかやったりもしたんですけど、あ、まあ、確かに日本に留学した人たちが驚くことのうちの一つにありますね。結構年齢上の人が少ないっていうのはよく言われますね。だいぶ少ないな日本はって言われますね。うーん、 MIT の寮に泊まったことがあるんですけど、世界の賢い人たちはすごかったですね。何かしら話題を始めたらもうブワーって喋り出すっていう教養が、例えば僕は言語学なんですみたいな、言語学やってるみたいな話をしたら言語学でこうバーって話し出すとか、全く知らないけどみたいな感じで。あ、そうですね、まあ、それは海外全般として、まあ、欧米だともあるかなって思います。喋りたがりな人が多いですね、やっぱり。さっきでも言ったのは、ね、自己表現するのは当たり前のように、まあ、そう教育されてきたっていうのはあるので、まあ、中古とかもそういう子供の頃から、例えば、まあ、海外だったら自分の思い入れのあるものとか持ってきてみんなの前でなんで、まあ、それ自分が好きだと思ってるのか、そういうのを発表する、そういうプレゼンする授業とかあったりとか、あるいはそのディベートとかも取り入れられて、まあ、賛成反対とか、まあ、分かれてそれぞれの意見をぶつかり合ったりとか、そういうのをどんどんやっているので、もう自己
表現するのは当たり前だし、自分の人生は自分で切り開くもんだというそういうのがあるんですけれど、日本だとまあそういうのはなかなかないんじゃないかなと思いますね。結構まあみんなと似たようなキャリアする人多いと、海外多分キャリアの切り開き方もなんかもう人それぞれ全然違うみたいな感じはありますね。でも総じてどうですか、やっぱ海外でやった方がいいっていうのはあります、研究的には。 AI 分野に限ってはまあ海外の方がはるかに進んでいる点もあります。そうなんですね。じゃあまあね、そうですね、日本だけじゃなくていろんなものありますから、世界を見て勉強するのもいいかもしれない。まあ少ないですからね、やっぱ日本人の割合海外でやる人、うん、そもそも海外に行きたがらないので、しょっちゅうニュースになりますもんね。ハバードに出ました、スタンフォードに出ました、そうですね、もうそれが当たり前の世界線になっていかないと、だからどんどん行き来するような関係にならないと、なかなかまあやはり行き遅れみたいになってしまうんじゃないかなと思いますね。なるほど。じゃあぜひですね、受験大変だと思うんですけど、うん、それだけにとらわれずにいろんなものを見てた方がいいってことですね。だからまあ東大に行くこと自体僕はいいと思ってる、僕自身も東大行ってもすごい良かったと思うけれど、ただ東大行ったら必ず海外の大学とかも何回かも行った方がいいと思います。わあ、なるほど。いろんな刺激を受けると思うんで、あと単純にまあ海外旅行すごい楽しいんで、ぜひそういうのにも目を向けてやってみてください、うん、じゃあもうみんなもうケンブリッジ行って、ケインズの成果でバーベキューやってね、そのじゃあバイバーイ。僕はケンブリッジに行って IELTS の参考書を買います。